C チャンネル。はい、どうも C チャンネルの C ちゃんでございます。よろしくお願いします。最近はね、もう本当にすげえあったかくなったと思ったらものすごい寒くなって寒暖差が激しい。このね、皆さん体調崩されてませんか？大丈夫ですか？しっかりね、こう元気な体で皆さんにリアクション動画をね見ていただきたいと思ってますので、体はねちゃんと、しっかり管理してください。よろしくお願いします。こんな感じでちょっと良心的に始まればちょっといいかなと。やっぱね、いろんな世代に僕らもねこう届けていきたいじゃないですか。この C ちゃんのね、いいやつの C ちゃんと悪い C ちゃんがね聖者でね。そうそう、そういうこと、そういうことですよね。外ではもうやばいから、逆に外でいいんだよ普通は。そうだね。いや、まあしっかり学んでいこうかなと思いますけども、さあ本日はですね、もうね待ってましたね。割とすごくホットな7人の動画なんじゃないですか、これは。そうですね。しかも結構求めてた、なんか、絵のタッチというか、戻ってきた、帰ってきたカリスマみたいな感じ、俺の中ではもう心の中でね。でもあれですよね、サムネでワクワクする感じ、ね。ワクワクしますね。これはだいぶワクワクしましたね。もう早速じゃあね、今日はね、この方のチャンネルを、リアクションします。カリスマオフィシャルチャンネル。もうだってもう年はそれこそもう最新も全部見て、もう追跡列も全部見たね。はい。もうでもじゃあもう年は息子にももう見せれる、もう好きになってそれぐらい。いや全く見せてない。見せれるわけがない。ということでじゃあ今日はその、カリスマオフィシャルチャンネルのこちら新作でございます。タイトル言います。7人のカリスマ、みんながカリスマトレーラー。これトレーラーってさ、フル動画は上がらないんだっけ？そうです。そうだよね。それこそね、今度アルバムがリリースされてる。はい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 。そこではフルで聴けるんじゃないですか。もう早速じゃあ楽しみに見ていこうと思います。 C チャンネル。はい、それでは早速7人のカリスマ、みんながカリスマトレーラー見ていこうと思います。おお、うん、なんかレトロ、あれなんか懐かしい感じになるな。あ、かっこいい。ちょっと待って、ちょっと待ってよ。光源氏だ。完全に光源氏になってる。おもろ。こんな今変わるやつなかったね。今までね。バンバンでね。ちょっと猿川さんも変わっちゃってるよ。猿川さん真顔で変わっちゃってんじゃん。しっかり。理解さん足綺麗だな。理解さんの足白くて。天童さんなんかこれ慣れてるな。太もも筋すごいね。君の愛馬がキュンとキュン走り出し。キーが合ってない、キーが合ってないから。まずフミヤさんのキーに合わせてあげてください。何も聞こえないよこれ。どこまでかわいそうだよこれ。フミヤさんキー合ってないよ絶対。いいな、やっぱこれ2人ね。いやちょっとこれ俺、猿川さんやっぱこんなにツンツンしてるけどこんな格好させられてんの本当に。この格好するなって言われてんのかな。するなって言ってね、するみたいな。しちゃってる。もう本橋さんなんかアイドルの顔だね。合ってますね。完全にアイドルが綺麗な顔。ああ、いややっぱリカピオでいるからリカピオで慣れるのよこの感じはね。みなとさんもなんかいいし。いやこれ天童さんはマジであの時代の光源氏にいたわこれ。もうこういう人いた。でも寺さんはさ、もうだって美しいからさ、ね、なんねこうこれあ似合ってるっていうか、もうなんか、うん、なんか何でもあり寺さんは正直。うわなんか待って待ってめっちゃ懐かしいこれ。うわやばっ、リボンとかそんな感じで多分ね。オールカラー特大ページ、カリスマたちのサバイバル二大付録。面白いこれ。なんか俺らもなんかやだな、こんな免疫ついてるな完全に。これがなんか楽しみで、こんななんでこんな興奮してんだろう。絶対あるんだってこういうとこも。さっきの翼となんかキャプテン翼っぽいしね。みんながカリスマってまあやっぱり僕たちにこう凡人様に言ってますよねきっとね。なんかコメント欄を見たんですけど、うん、みんな戸惑いすぎてて、うん、何の曲かみんな伝わってないですよこのずっとこの体勢ってすごい、これ本当に膝垂直だもんねこの曲なんか聞いたことありません？なんかやっぱカリスマってサンプリングがやっぱ面白い有名じゃないですか。まああるよねやっぱね。この曲ある曲を書いた同じ作詞作曲の方が書いてるんですよ。でちょっと一回サビ戻っていい？一回だけ。サビの方戻ったらもしかしたら。わかった。勇気 100%。おおマジ？これレジェンドですよ。作詞松井五郎さん、作曲魔界の浩二さんっていう、もう勇気 100% を書いたお二人がこの曲作ってるだってもうなんか「そうだよ」がもうさ「そうさ」じゃんシンプルシンプルめちゃめちゃマジかすごいね。こういうとこにやっぱカリスマさんの本気を感じますよね。確かにね。いやそういうことか。なんか勇気もそういうことなのかな。いい曲だな。でもあ、また飛んだどんな時も飛ぶんだねああちょっと一回戻ってもらってもいいですか。あ、はいはい。ちょっとどうもビームのとこもう一回ビーム気になりました。僕も一人だけチッタ出たよ。そんなのいきなり気づかないってこの初見でこういうとこ好きだよね私はね。またちょっと行きましたああ昔の懐かしい感じを思わせてくれるカリスマさんの動画ってたくさんあったじゃないですか、うん、僕は割と同世代なんで、うん、これを考えてる人って俺と年齢近いんじゃないかな。ああ、制作の人たちがそうこの絵のタッチがやっぱそうだね。もうやっぱすごく見てきたものだもん。でもやっぱこの時代のやっぱいいですよね。なんかアイドル全盛期みたいな時代素晴らしいな。俺でもやっぱ推しの最初のフレーズがどうしてももうちょっとキー高いところで俺合わせてほしかったけどあれがちょっと許せないな。あれなものすごくあれ歌い出しですもん。あれ歌い出しだからでも結構なんで俺たちがこんなに好きになるかっていうとやっぱりこのやっぱボイスドラマとかでキャラを知っていくからこそなんか学芸会で子供たちみたいな感覚になるよねどう出てくるってどう出てくるのアホーみたいなさすごいそういうなんか心が締め付けられるぐらいなんかね待ち遠しいもうカリスマになってきましたね。いやちょっと良かったです。これやっぱもう全編聞きたいですね。全部ねしっかりね。カリスマセカンドアルバム「カリスマジャンボリー」が4月24日にリリース。さっきの曲はデジタルリリースしてます。じゃあ2月16だからしてんだね、はい、ってことはもうなんか変えるっていうかもしかしたら聴けるんだ。この曲は聴きます。あ聴こう。それカラオケとかもあんのかなやっぱこうカリスマでもしかしたら輪が広がるかもしれないからね、うん、そういろいろとねみんなでカリスマっつってカラオケでみんなで歌ってたら最高に楽しいじゃんきっと。いや皆さん今日リアクションした、こちら、カリスマオフィシャルチャンネルの7人のカリスマみんながカリスマトレーラー、もうねぜひともねカリスマ好きな凡人の方はもうたくさん見てると思いますけどこれ絶対もう何回も見るものだよね、うん、何回も見て楽しめるものだと思うんでぜひとも見てる方も、そして初めての方もちょっと見てみて、まあいきなり見たら本当に分かんないしもう僕だって天彦さんが3点からビーム出てるかも分かんなかったからちょっとまあ何回も見て面白くなる動画かもしれないですね、ぜひとも皆さん見てみてください。そして、まだまだこの C チャンネル、カリスマ好き、凡人の方々でまだしてない方いると思います。絶対いると思います、ぜひともチャンネル登録高評価コメントもよろしくお願いいたします、それではまたお会いしましょう。バイバイ。 C チャンネルご覧いただきありがとうございます。チャンネル登録よろしくね。よろしくねー。